第二次大戦直前、シトロエン社では1台の小型車が開発されていた。試作数は300台以上だったが、どれも今までの車の概念からは大きく外れた不思議なスタイルのものばかりだった。しかし戦争が始まって、ナチスドイツにフランスが降伏し、パリの街がヒトラーによって蹂躙されるようになると、シトロエン社は技術の流出を恐れてそれらの試作車を破壊した。1945年に戦争が終わると、たった1台だけ壊されなかった試作車が再び日の目を見た。この試作車こそが1948年のパリモーターショーで新型車に飢えていたフランスの人々に大喝采で迎えられることになるシトロエン 2CV の開発途上の姿だった。 2CV となるべき車には、当時のシトロエン社長であったピエール・ブーランジェによる厳しい条件が付けられていた。コウモリ傘に4個の車輪を取り付けたようなシンプルな構造であること、バスケット山盛りの卵を乗せて田舎道を走っても卵が割れないこと、シルクハットをかぶったまま乗れること、大人4人と50キロの荷物を乗せて時速50キロで走れることだった。1948年に登場した 2CV は粗末なブリキ細工を思わせる車だったが、実際に走らせてみるとブーランジェの条件は全て満たされていた。最初期の空冷水平対向2気筒 OHV エンジンはわずか 375cc の排気量で、出力は9馬力だったが、フランスの課税馬力が2馬力だったため 2CV の名が生まれた。 2CV は改良と多くのバリエーションモデルを加えながら1990年2月まで生産が続けられたのである。